はい、こんにちは、金子でございます。ということで今日なんですけども、台風前の市場どうなっているのっていうシリーズ、これシリーズ化していきたいなと思います。今ね、台風2号が接近しております。ただ近づいてるって言っても、だいぶ海の方にいるんで、陸はね風も雨も降ってません。海の方に来てるんで、海は大荒れの状態なんですね。ほんで海が荒れてると漁師さんは船出せませんよね。その状態の市場どうなっているのかと、多いのか少ないのか見ていきましょう。ほんでまあなんかいいね、良さそうなお魚があったら一品買ってなんか作って食べようかな、そういうね緩い感じですよ。あーでもあるよねやっぱね、いっぱいあるわ。つぶ貝とか毛ガニとか、これね養殖アワビとかね、白エビとかもありますね。お、いいあん肝があるな。あん肝に金目にウニですね。うわ、いい剣先が入っとるな。のどぐろに、これ珍しいね、ヒゲダラ。セミエビ、これうまいんですよね。で白甘ですね。さあ中入ってきましたと、まあお客さんはいつもぐらいですね。あ、貝はいっぱいあるな。岩ガキですね。岩ガキに、お、横が、これはスッポンがいますね。これめちゃくちゃいいアサリ、大きくて立派だな。ハマグリですね。全然取れんかったやつ。本当にやっぱそうですよね。明日もやばい。明日もやばいですよね。台風来とるでね。大アサリにサザエにクルマエビ。あそこでかいコブダイがおるな。さあここら辺に来まして、わあやっぱいつもいっぱいあるとこも少ないわ。ものすごい少ない。どこのお魚屋さんも本当に頑張って仕入れてくれてるなって感じですね。まあでも貝類は比較的多いかな。タイラギにホラに。赤貝、白ミル、大アサリで岩ガキで、サザエに、これいいね、本ミル。本ミルめちゃくちゃものいいね。いつもね、いろいろ入ってるところにも魚一匹も入ってませんもんね。タコもいいな、これ。今からの時期タコうまいですからね。このキスもいいな。刺身サイズですね。でイサキに、このカワハギもまだ生きとるね。イサキいいな。血液でわかるんですよ。わかりますか、この血液に油が浮いてるんですよ。これはものすごくいい魚の証拠。うわ、このイサキいいな。ちょっと第一候補かな、これは。で、このね、赤シャもうまいんだよな。よく唐揚げとかして買いますけど。かわいいな、こいつ。あずきます。これもね、今から美味しい魚の一つですよね。この上のこのおこぜもいいね。うわ、ここも物がいいな。チアユがピシッと並んどる、綺麗だな。熊本県産の赤ハタですね。美味しそう。熊本の魚、本当にうまいからね。おはようございます。あ、ありがとうございます。何も釣れとらん。何も釣れん。今日少ないですね、魚。現着しちゃったんですよ、東物が。あ、そうなんですね。あの、透明度が止まっちゃってたんで。そうなんだ。おっす。おっす。マグロ。おー、おっす。マグロだ。おー。これは今日は、境港。おー。よー、切れる包丁。金子さんの包丁の方が切れそう。そんなことないですって。そんな。おろす一番長いやつは1本40マジ。たっけ。刃だけで1メートルなんですが。はい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 。あの長さの包丁焼ける釜が日本に2つしかなくて。それは高いわ。うわ、美味しそうだね、本マグロで。これもいいね。大雨で。大雨ないですよね。めっちゃ魚少ないですね。やっぱり少ないですね。うん、意外とそうやって台風の影響で下波とか入るとハモとか貝は漁獲高が上がるんだけど、うん、なるほど。小物とかが少ない。確かに言われてみたらそうかもしれない。キスとかね、そういう小物が少ない。来た。何も釣れとらんよ。何も釣れん。でもね、なんか思ったよりありますね。なんかもっとないと思った。まあでもやっぱ愛知県ばっかじゃないから日本海のものとかも入ってくるんでありますね。まあでもいろいろ考えた結果イサキかな。これもらえますか、ここら辺ね。やっぱこれが物がものすごい良かった。これかハモね。ハモもいいんですけど、ハモはまた別の機会にしましょうか。今ハモ切り包丁の新しいやつをね新調してますんで、それが来てからやります。今日はこちらのイサキに決まり。よし、それでは買って帰りたいと思います。それでは帰宅。ただいまということで帰ってまいりました。というわけで本日の食材がこちら、イサキっていうことでね。それではこちらをさばいていく。はい、ありがとうございまして、本日の食材がこちらイサキということでね。まあ梅雨時期はイサキ食べな始まらんでしょう。ということで買ってまいりました。こちらの2匹が動画上で買ったやつですね。これが愛知県産です。大山沖で取れたやつですね。でこのもう1匹は違うお店で別の産地のイサキを買ってみました。これが長崎だっけな、
まあ、どちらもねやっぱ超えてますよね。やっぱ今の時期のイサキは物がいいです。というわけで今日はこちらのイサキを使ってイサキの塩焼きとイサキのお刺身作っていきたいと思います。まあ、やっぱイサキはこれにつきますよね。よし、そしたらじゃあまずは鱗を取っていきます。イサキはね鱗がとっても取りやすい魚なんですよ。いきますよ、ひとかきでこんな取れます。すごく処理がしやすい魚ですね。ただこの背びれめちゃめちゃ鋭いんで、ヒレだけは気をつけてください。もう絶対鱗かきとかで鱗は取った方がいいですね。ペットボトルのキャップとかでやると事故る確率があるんで、イサキのトゲは本当に痛いので気をつけてください。僕も一回刺さったことあってね、大変な目に遭いましたから。で、鱗取りやすいんですけど、ちっちゃくてびっしりついてますんで、しっかり取ること。尻尾の後ろ、お腹の裏、鎌の後ろね、しっかり取ってあげる。はい、鱗が取れました。まだこの愛知県産のやつの方がこれ締めてあって鮮度感もいい感じなので、こっちをお刺身にしましょうか。こっちも鮮度はいいし、お刺身でもいけると思うんですけど、こっちの方がヒレとかにもダメージがなくて綺麗なので、こっちを塩焼きにしましょうか。じゃあお刺身はまず頭を落として内臓を取ります。もう見るからに脂乗っとるもんな。でもね、この時期は内臓脂肪バッチリというよりかは白子か卵がバチッと入ってると思うんですよね。うん、ほらこれお腹の中に白子がねしっかり入ってますね。いいイサキですね。この白子も多分うまいんだろうな。こっちはどうだろう、こっちも白子っぽいな。あーほらやっぱ白子だ。なんか なんとなく分かるんですよね。なんとなく理由を言えって言われたら難しいんですけど、なんか触った感覚白子ですね。で塩焼きをいきましょう。塩焼き用はまずはエラを抜きます。イサキはねエラもとても抜きやすいです。くるりんと、そしてお腹割っていきます。これなんか卵っぽいな。ほらやっぱ卵だ。なんか卵の方が柔らかいというか、白子の方が弾力がある、パンパンに詰まってるっていうイメージありますね。わかんないですけどね、はい、卵これも煮付けにするとうまいです。で血合いをカキカキとして、で洗っていきます。そしたら水気をしっかりと切って切れ込みを入れます。どういう切れ込みを入れようかな。まあシンプルに1本でいいかな。1本筋でこういう切れ込み。あーでも身がいいね、油乗ってる身してる。はい、これで塩焼きの仕込みの完成ですね。はい、ではこちらおろしていきます。まずは下に1本。おわまだ生きとるじゃん、うん、やっぱ鮮度は抜群ですね。で、まあ、網でガサッと取れたからこうやってヒレがボロボロになっちゃってるのかな。あでもまだ鮮度は抜群ですね。血も全然回ってない、血抜きされてましたからね。すごい綺麗に処理はしてくれてあります。ほらうまそう。こちら側もおろしていきます。はい、そしたらちょっとこれおろしちゃったんですけど、これ1日寝かした方がうまいな。ちょっとごめんなさい、1日寝かします。イサキはね超プリプリよりもちょっと寝かした方が好きなので、でもあんまり寝かしすぎも良くないですけどね。ちょこっと寝かして、ちょっとプリプリ感の中にねっとり感も出てくるぐらい。今お昼の12時なんですけど、明日のお昼の2時ぐらいに食べたら多分一番いいだろうな。よし、じゃあこんな感じでしよう。やっぱ最高の魚は一番最高の状態で食べたい。今日は我慢しよう。あでもじゃあせっかくだからこの片身だけちょっと試しで皮引いて、皮引きます。わー脂あるね、テカテカです。そしたらこれを昆布で挟んでみましょう。今日は北海道産の真昆布を使います。これいろいろ昆布締め試してみたんですけど、なんか最近ねこの真昆布がいいような気がします。この薄い感じの真昆布、これがねいい感じに味が入っていく、そんな気がする。お酒で拭いてさーっとピンクソルトを振って、でそこに挟むと、よっと、あーいいですね。でラップでくるりと、よいしょ、よしこれで1日ですね。よしこれをこのコールドテーブルに入れていきます。普通の冷蔵庫じゃなくて今日はコールドテーブル、温度が1度です。これが大事、本当に1度で保管すると全然魚が傷まない。はい、これで明日まで移動。はい、1日経過しました。さあどうだ、おーいいですね。あ昆布も湿ってます。よし、じゃあ作っていきますよ。さあそしたら見ていきましょうか。うん、1日経っていい感じにね固くなりました。でちょっと水分も出てるんで水分を取ってと。いいですね、食べ頃って感じ。さあそしたら昆布締めいきましょうか。これフィーレ状でつけましたけど、切って刺身状にして昆布で挟むとより早く締まりますんで、まあ、そういうやり方もありますよね。いきます。
はい、こう分かりますこの糸引く感じね。これ別に腐ってるわけじゃないですよ。この粘りがね、昆布の旨味なんですよ。うわ、めちゃくちゃいい。いい。いや、これはうまいぞ。相当うまいと思う。よし、じゃあ作っていきますね。まずは塩焼きを作っていきましょうか。立派だな。まずはお塩をかけて、そしたら尻尾にちょっとお水をつけて湿らせます。で、尻尾にもお塩を大量に、化粧塩ですね。で、背びれも広げて、背びれにもさーっと、今日は串を打たずにこのまま平焼きでいきましょう。そしたら焼き切り焼いていきます。まずは裏側を焼いて、そして反転させて表側を焼きます。その方が仕上がりが綺麗なのでね。さあ、その間にやっていきますか。こっちの片身もすごい良さそうなんで、こっち使います。腹骨をすいて、よっと。そしたらイサキはね、強い血合い骨が入ってます。これね、このぐらいの熟成加減だったらピンセットで抜けます。こうピッピッと抜けますんで、割ってもいいんですけど、まあ、イサキこのぐらいの大きさだったら抜いちゃってもいいかなと思います。生け物だとなかなか抜けないんですけど、これちょっと寝かしてあげるとね、こうやって抜けますんでね。で、半分よりちょいといったところ、ここら辺までですね。ここら辺まで骨が入ってます。半分からここですね。尻尾側はそんなに気になりませんので、ここからまあ大体10本ぐらいですね。10本ぐらい強い骨を抜いてください。ほんで、これ抜いたら、この皮の下、ここからこうやって触ってあげると、骨があるかないかチェックできます。こう抜いてる時に途中で折れちゃったりするんですよね。そういう場合のチェックはここでやってください。骨がある場合はここボコッとしますんで、でボコッとしたらそこ思いっきり抜いてください。そしたらこの締め跡ですね、締め跡ちょっとバッチリので、ここカット、こういう形にします。そしたらイサキは今日は炙りでいきたいと思います。これね、皆さん覚えておいてほしいんですけど、僕の中の持論があって、塩焼きでうまい魚は炙りがめちゃくちゃうまいんですよ。まあ、例えばカマスとかもそうですよね。イサキもそうなんですよ。塩焼きでうまい魚はもう炙りが絶品なので、そうだな、こう落としてこっちが炙りにしましょうか。筋をちょっと入れて、そしたら半分に切って、でもう半分に切りますか。こんな感じ。そしたら表面だけ軽く塩を打って、で炙ります。そしたらもう半分、尻尾の方は皮引きますか。すごいいい先だな。そしたら今日はお皿はこういうお皿に、あしらいはこんな感じで用意しました。きゅうりの花もありましたんでね、夏らしいですよね。赤トサカを置きましょうか。赤トサカをバッグに置いて、大葉刺して、でここに炙りを置きますか。炙りを1つ2つ、こう置きましょう。そしたら次、皮引きの身ですね。身を薄くそぎ切りにして、こういう感じで3切れで、くるっと巻いてここに乗っけましょうか。シュッと、わあ、いいですね。今日はお上品だ。あ、そうだ、昆布締めもありましたね。昆布締めがあった。昆布締めはこう割っちゃいますか。うわー、よう締まっとるな。これ昆布締めはどう切ろうな。こうちょっとコロッと切りますか。2、3切れ。ちょっとお皿がちっちゃかったか。そしたらきゅうりのお花添えて、すだちを切って、真ん中くり抜いて、僕の好きなやつで添えて、あんまりあしらい大きすぎてもごちゃごちゃしちゃうんで、このぐらいにしておきますか。はい、これでイサキのお刺身の完成。はい、では焼けましたと。めちゃくちゃいい焼き加減。そしたらお皿に乗っけて、そしたらすだち添えて、はい、これでイサキの塩焼きの完成。はい、じゃあ完成、いただきます。よっしゃ、食べていこう。こちらがイサキのお刺身、そしてこちらイサキの塩焼きですね。まずは塩焼きを熱いうちにいただきましょうか。すだちをシューッと絞って、でこの背中の美味しそうなところ、この感じわかりますかね。このふわふわな脂の乗ったこの身、こちらをいただきます。うわー、うめー。うわー、やばい、マジでうまい。これうわ
やっぱイサキの塩焼きは本当に最高だね。ほんでこの脂の乗ってるイサキだからうまいんですよ。ガリガリのイサキの塩焼きはここまでのふわふわ感、そしてジューシー感はないんですよね。とにかくこのジューシー感がすごい。脂がうますぎ。この皮と一緒に食べるとこやばい。ここ塩がついとるところ、うまっ。ほんでイサキ何がいいかっていうと、食べやすいんですよ。すごく骨抜いた時分かったと思うんですけど、尻尾のここには血合い骨入ってないんですよね。だからまずここはガッサリいけますよね。背中の方も骨ないですよね。で気をつけなあかんのがここね、ここだけ、ここだけ中骨入ってるんで、まあ、気になる場合はこう手でこう抜いちゃえばいいんですよ。こうやって手で一本一本抜いちゃえば、だいたい10本ぐらい入ってるんで、抜いちゃったらもうここ安心して食べれます。うん。あとは腹骨を気をつけて食べていくと。めっちゃうまい。次こちらお刺身。まずは普通のやつからいきますか。皮引きタイプ、ちょんちょんとつけて、もう今もう脂がすごい浮いてくるもんな。いただきます。うまっ。自然と目つぶっちゃうぐらい美味しい。血抜きもしっかり程よくされてて、イサキの香りがすごい残っててうまいな。口に入れた瞬間に脂がパッと広がって、でこの鼻に抜けるこのイサキの香りね、うまいんだよな。じゃあ次は昆布締め。昆布の旨味を追加しました。いただきます。昆布締めはとっても大人な味わいですね。このイサキの旨味に昆布の旨味がしっかり入ってる。で今回ちょっと長めにつけたんで、ちょっと昆布が強めかな。すごく大人な感じの味わいになってますね。ほんでだいぶ締まってますんで、こうねっとりとした食感になってます。昆布締め好きだな。昆布締めはね、ほんとうまいんでね、ぜひ皆さんやってみてほしい。はい、お次、炙りですね。この溝がキラキラしてますよね。これ全部油ですからね。ちょっとつけて、わさびもちょっとつけて、いただきます。うわ、うますぎるな。どれが一番とか言いたくはないんですけど、やっぱりイサキは炙りがうまいっすね。やっぱ塩焼きで美味しい魚はね、炙りがうまい。香ばしさ、この刺身の良さと塩焼きの良さ、両方持ってますよね。うま。はい、ということで今日はこちらのイサキの塩焼きとお刺身ときましたら、お飲み物こちらでやっていきたいと思います。せーの、でん、ゲヨのやつ。油の乗った白身魚にはやっぱり銀色のやつ、これがなくっちゃ始まりませんよね。はい、こちら7対3ですね。いただきます。かうめー、幸せだ。それじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日は市場で買ったイサキを使ってイサキの塩焼きとお刺身作って食べてみましたけども、めちゃくちゃうまかったですね。イサキっていうとそんなにパッとするようなお魚じゃないと思うんです。今のね、梅雨時のイサキは本当に美味しいんでね、皆さんぜひ食べてみてほしい。まあ、もちろんね、梅雨時じゃなくても脂の乗ったイサキっていうのはいます。旬の魚イコールもう全ての海域で獲れる魚が脂が乗ってて美味しいっていうわけではないんですよ。旬の時期でも痩せた海で獲れたイサキは痩せてると思いますしね。ただ旬の時期っていうのは美味しい魚に当たる率がものすごく高いです。なのでスーパーとかでイサキ見かけて食べてみてください。ポイントはね、体高が高くて尻尾の先までね、丸々してるような、そんなイサキを見つけた日はもう飛び上がって喜んでもいいと思います。もうラッキーです。というわけで今日はお会いしましょう。バイバイ。